はい、こんにちは。パラエスラ福岡井出道場の井出です。キューピーです。そしていつきです。かりんです。はい、ここは中津です。本山系です。ここ目の前のグラウンド、この前ね草見すりしよったけど、なんかこれは運動会の準備かな。いつあるの？9月16日の日曜日。お、9月よかったね、24日と重ならんで。あ、土曜日だ、16日って。お、よかったよかった。はい、16日ありますので。え、ある、土曜日であると、うん、たら練習日や。今分かったんで、ちょっと考えますね。まあ、小学生は来れるけどね、中学生はね、かりんちゃんは来れるけど、君はリレーの選手。お、すごいやん。レオ君は、レオ君もリレーの選手。お、やった。はい、じゃあそういうことで今日も頑張って練習しました。まあ、9月24日の合同練習にもね、もちろん中津のみんな連れて行きたいんだけど、なんかその後、12月のエントリーもそうですけど、ピースカップもね、出る子も出てるみたいなので、まあ、そう、大会目指して頑張って練習したいと思います。なんか樹くんもかりんちゃんもエントリーしたみたいなんで頑張ってね。ね、かりんちゃんは優勝した大会だからね、2連覇目指して頑張ってください。大丈夫？うん。はい、じゃあそういうことで、また来週、さよなら。